6月12日、下関、最終日、11レース、選抜戦。山岡くんの予想は、これだ。じゃあレースを見てみよう。レース下関第11レース選抜戦開始です。対戦メンバー1号艇平尾貴則、2号艇安河内翔、3号艇長谷川正和、4号艇松井健二、5号艇真庭博、6号艇広瀬敦也、以上6名です。 1,2,3,4,5,6 枠番通り作戦待機行動。人気1号艇平尾貴則で1コース、2コース2号艇安河内翔が相手として注目、3コース3号艇長谷川正和、こちらも平尾の相手として注目が上がっています。4号艇松井健二、4コース前半逃げで勝っている松井、その松井後方に船を向けます。角1で5コース5号艇真庭博、大外前半フライングあってという中で6号艇広瀬敦也、6コース、さあこの後はコース取りから注目の優勝戦控えていますが、その前のカードは第11レースの選抜戦。1号艇平尾貴則が人気を集めての陰線。第11レースの選抜戦、スリット付近ほとんど風はなくという形、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしてきました。1号艇平尾も好スタートを決めています。確定がいいスタートという中で1号艇平尾が好スタートからまずは逃げる。3号艇の長谷川のまくり、2号艇安河内を守られて少し後退で、あとは5番4番6番と旋回も1号艇平尾の逃げ、2番手外攻めた3号艇長谷川、早くも2人抜け出して3番手は4号艇松井に、2号艇安河内が外、あとは6番5番あまり差がなく追走でスタートは前提正常でした。3番手の背からは4号艇松井先に回る、開いて差し込む2号艇安河内というところですが、さあ際どい3番手争いですが、外が4号艇松井、内は2号艇安河内、上位2艇は1番3番2周目、3番手内2号艇安河内、外は4号艇松井です。岡山支部の2人が上位を形成、1号艇 平尾がトップ、2番手3号艇の長谷川、そして3番手2号艇安河内に対して4号艇松井が指して、3番手内4号艇松井が3艇衆からリードを取ってまいりました。1、3、4、1番、3番、4番です。あとは2、3艇衆離れて4番手に2号艇安河内、5番手5号艇マニア、最高峰6号艇広瀬、2周にマーク、1号艇平尾トップ、2番手3号艇長谷川、3番手は4号艇松井キープのままで、1、3、4、1番、3番、4番、1、3、4、レースは最終周回です。人気で答える走り、好スタートから逃げは1号艇平尾、2番手は外を攻める3号艇長谷川、3番手が4号艇松井、1番3番4番、3番手目指して内から2号艇安河内やってきますが、4号艇松井かわしてキープ、1、3、4、最後の向こう上面2連単1、3は 3.6倍、3連単1、3、4、15.1 倍を示しております。1号艇3号艇4号艇の順で最終ターンマークへ向かいます。1号艇平尾貴則トップで最終ターンマーク旋回、2番手は3号艇長谷川正和、3番手4号艇松井健二、1、3、4、第11レースの選抜戦。1着は1番の平尾、ゴールイン、2着3番長谷川、ゴールイン、3着4番松井、ゴールイン、あとは2番5番6番の順でゴールイン。第11レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番、以上です。12レース優勝戦。山岡くんの予想は、こ
れが。じゃあレースを見てみよう。え、風、時計の最終確認、確実に行うように。予定。冒頭です。下関の日刊 .com 杯優勝戦第12レースの開始。さあ本番は4号艇正木政権2コースまで入ってきます。スタート展示では1号艇池永、そしてインコース2コースに3号艇西山、同期の2人ががっちりとラインを組んで正木をブロックと思われたんですが、さあ西山は同期の絆よりも勝負に徹したかというところで、より勝てるコースを何か選択したかもしれませんが、1コース1号艇池永太志、そして2コース4号艇正木政権、3コースに2号艇谷川雄一が船を向ける構えで、4コースに3号艇西山貴博、そして5コース5号艇古賀茂樹、大外6コース6号艇の大場元明、3カドにします2号艇谷川雄一、ハイパワーを誇る谷川の3カド。さあうちの2人深いお腰位置の中で、特に人気の1号艇池永太志はかなりの試練の陰線とはなりますが、それを克服して勝利になるか、あるいは2号艇谷川ハイパワー発揮するのかという第12レース優勝戦、日刊 .com 杯7日間のロングランシリーズ優勝戦第12レース、進入インコースから1番4番2番3番5番6番でスタートしていきました。2号艇谷川雄一スタート後一気に伸ばして、もうすでにまくろうかという構えです。さあ2号艇の谷川のまくり、残しにくい1号艇池永、さらに刺して4号艇正木、あとは5番3番6番ですが、2号艇谷川がまくって前を取ります。そして2番手は4号艇正木と5号艇の古賀の攻防に少し離れて、3番1番最後方6番、なおスタートは前提正常でした。2号艇の谷川がトップで、2番手グイッと3号艇西山が潜り込む、4号艇正木がかわす、懐5号艇古賀が刺して、あとは1番6番と相次いで旋回ですが、2番手は5号艇の古賀が中から優勢で、3番手3号艇西山、僅差の4番手4号艇正木、5番手1号艇池永、最後方離れて6号艇大場です。2号艇の谷川トップで2周1マーク、2番手内から1号艇池永がやってくる、5号艇の古賀が包んでかわ、さらに3号艇西山もかわしに行く、2番手は5号艇の古賀、3番手3号艇西山です。さあ今度は3番手争いに1号艇の池永、あるいは4号艇正木接近ですが、2番手は5号艇の古賀が2停止に抜け出しています。2番5番3番、そして4番1番があまり差がない、3番手争い最後方6番、2周2マーク、2号艇の谷川トップ、2番手3号艇西山をつけに行く、5号艇古賀かわす、3番手3号艇西山依然かろうじてキープも、内は4号艇正木、外は1号艇池永と3番手争いが大激戦、レースは最終周回です。
本番3角から2号艇の谷川、まくり一撃でトップで最終1マーク、2番手は5号艇、小川、3番手、4号艇、正木が先に回る、3号艇、西山が外、内からは1号艇、池永ですが、3番手、ここも3号艇、西山が外からかろうじて2艇身優勢ですが、4号艇、正木、1号艇、池永が諦めずに追うという展開。2号艇谷川雄一にとっては昨年の8月、小島以来通算6回目の優勝ということになっていきそう。トップで最終ターンマーク旋回、2番手は5号艇小賀茂樹、3番手は3号艇西山貴弘、どうやら守る2号3、2番5番3番、第12レースの優勝戦、1着は2番谷川優勝のゴールイン、2着5番小賀ゴールイン、3着3番西山ゴールイン、あとは1番4番ゴールイン、そしてラストで6番がゴールイン。第12レース確定をお知らせいたします。1着2番、2着5番、3着3番以上です。最後までご視聴ありがとうございました。